お疲れ様です。お疲れ様です。やばい、外席陣取ってしまった。むちゃくちゃいい。むちゃくちゃいい。明るい時間で絶対外で飲みたかったんですけど、空いてたんで飛び込みました。めっちゃ良くない？いや、いいですね。ありがとうございます。おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。うま。今日ね、正直、2万歩歩いたんですよ。そう、2万歩歩いてるから。ビール一番うまい。3万歩はもう疲れすぎて飲みに行けないんだよ。1万歩は疲れが足りんのよ。ああ一番うまい2万歩。2万歩が一番うまいよ。確かにな。うちの高いのでさ、380円じゃない？安い。そんなことある。一番安くて380円も全然ある。来ました、もつ煮。いいえ、うまそう。やば、なんかちょっとさ、もつ煮にしてはなんか明るめの色で、なんか。すごい、肉めっちゃ入っとるよ。ね、結構ホロホロ系。あ、マジ？歯ごたえ系じゃなくて？うん。早いね。もつ煮もまだ半ばだというと、一杯目飲み始めましたか。やばいね。二万歩は人をこうさせるんか。水みたいに飲む。水みたいに飲むよこれ。リコピンサワーだって。はい、こちらもリンゴハイボールなんで、はい、いただきます。うまっ、トマトや。マジ、うん、あ、トマトなの。めっちゃトマト。ご紹介お願いします。白、はい、ガッツ、ガッツ。これもう鉄砲、鉄砲。何キャラも覚えてない。柱とか、柱とか、とか、柱とか。いや、いや、2個しかないから。いや、覚えてない。これは正直柱とか。うん、米紙ね。はい、どうぞどうぞ。何買うか。柱か米紙。絶対に、うん、柱か米紙。いや、そりゃそうだろう。明らかに柱か米紙やわ。そう、いや、それも食わんでも言われてたから。むちゃくちゃタレこぼしたね。ほんとだ、ほんとだ。帰って洗濯するのは私、ね、お願いします。まあまあまあ、できる限りの努力はする。これ大超高速気象。気象、待って待って待って、見とる他の人が。他の人が見とる。すごい。確かにほぼ消えたよね。辛い唐揚げ。辛い唐揚げ。金賞見て、見える金賞です。何の？それが何の金賞かよくわかんないんですけど。うん、でもなんか取ってんの、金賞。金賞を取ってる。いただきます。はい。辛い。辛い。なんか一個単位から頼めるのもいい。ちょっと甘い。甘い、ね、うん。こっちはもうめちゃくちゃ男梅より男梅。あの男梅より男梅。飲みました。飲みました。ザ赤羽の飲み屋って感じで。これからですか。もちろんアップに過ぎない。朝方まで飲んでやります。それは撮ってるんですけど。撮ってはいるが。帰りません。いや、なんで？なんで？朝まで飲み続けるの。うん、めっちゃ並んでます。めっちゃ並んでるね。来てしまった。多分赤羽一並んでません。あ、並んどる。すごい、おでん屋さんです。有名な。そういうことで、ちょっとだし割りを飲んでいきたいと思います。すごい。あー、絶妙。日本酒あんま飲まんやん、普段。だけどちょっと大丈夫かなと思ったけど、出汁でだいぶ飲みやすい。確かに。日本酒もいい感じに残ってる。わかる。ちゃんとお酒感。うん、一番人気。いただきます。この世のものすべて入ってるわ。見て。やば。あんま断面見てるのあれ。ワンピース。何が入ってるか分からんぐらいいろんなもの入ってる。ああ。
これが1万人立派。うずらの。うずら、ね、珍しいな。さつま揚げです。え、うずらでかっ。言ってください。うん。うまそう。え、うま。うずら嫌いな人なんかおらんからな。後追いでやってきました。いただいていい？うん、何からすのつけてる。うまげた。うまっ。メレンゲ。メレンゲか。日本のメレンゲですよ。ジャパニーズメレンゲ。ジャパニーズメレンゲ。めちゃくちゃうまい。やばい。外飲み文化すごいよね。てかさ、人がもう通れんぐらい机並べてあって飲んどって隙間がないんよね。席時間が20分なので急ぐ我々。食えよ。酔うな、20分で日本酒飲むの。あと40秒。40秒？シビア、シビアな世界。美味しかったです。美味しかったです。ピュアサハイ。ピュアサハイで。ピュアサハイお願いします。2つ。はい。もう3回連続外ですわ。中に入れてもらってないだけか。ポジティブに行こうや。あいつらは入れれない。ランクがあるんか。あるんじゃないか。中に入れてもらえるやつと外でですか。田舎者は外で。これで。てか並んだ行列並んだらリセットされません。余裕が。そうね。お疲れ様です。真剣に見る必要がある。そうだね。小説ぐらい読み応えあるよね。書物としての価値がある。芥川賞ぐらい。我々が審査員だったら、うん、芥川賞。ノミネートある。読み応えがすごい、このメニューの。芥川賞が終わる。何十年、何百年の歴史の芥川賞が終わる。むちゃくちゃ。終わるわけないよ。こんなのをノミネートさせたらメニューやないか、ただの。サンデモリー何かわからん。折れた。話してたら折れた。よって力加減がわからんくなってバカ力出た。マグロ、これはマグロだと思うので、マグロ。え、何その切り方。このハート型でマジキュンです。キュンです。キュンです。視聴者がゼロになった今ので。今絶対にカットしろよ。使うなよ、こんなところ。フリーやん。見てください。はい、ちょっとマグロいただきます。はい、うまそう。うまっ。おいしいかな。おいしい。うん、鍋お墨付き。キュンマグロ。誰の墨がついとるね。鍋お墨付きとかやった。予想外のカニ味噌。ああ目とかもおる。え、これいい？うん、なんか混ぜろってことです。卵が固まったら食べ頃っていうか、飲んでみたいよね、うん、ってことで言ってます。はい、行ってみましょう。あー、濃いかな。めっちゃ濃いハイボールかも。まあちょっとなんかトロピカルな爽快感のあるちょっと甘みの強いハイボールとなっております。いただいていい？うん、いただき。粒貝の何これ。ニンニク炒め。絶対美味しいやん、これ。絶対うまいよ。絶対うまい。絶対、いや違う、もう食ってんのよ。絶対うまい。いや、だから食う前の感想なの、それ。え？え？食ってるじゃん。間違いなくうまい。いや、食う前のよ。食う前に言うやつよ。だから、これが食べ頃なんだと思う。いただきます。いただきます。おいおいや。そしてここのお店名物トロピカルハイボールが。トロピカル合う激渋のカニ味噌とトロピカルなハイボール、うん、和洋融合。あ、和洋折衷。文化と文化のぶつかり合い。ぶつかり合い。これぞ国際交流。もちろん東京レスコホッピーを頼んでしまいました。あー、確かに東京っぽい。やば。黒と白があるんだね、ホッピーは。えい。プロフィールみたいな。不思議な飲み物やな。もがすごいじゃん。ちょっと、もがすごいな。もうだけ言ったろ。もう一回取り除きます、でも。なんでやん。えもが醍醐味やろがい。あー、そういうやつ。いや、なんか、はい。
おじには食べさせん。変われ変われ行っていい？いいよ。めっちゃうまっ。確かに。やばはい。何事もなかったように仕切り直しますけど、はい、コッピーの中身が来ました。半分ちょうだい。こう、はい、乾杯。はい、うまいけど、もうアルコールとかを感じない体になってる。もう入ってるか入ってないか分からん体。分からん。うん、赤羽いいですな。赤羽いいですね。いいですな。これだからもう住みたいリストランキングトップ3に入ってくるんじゃないでしょうか。住みたいランキング1位ですよね。1位。確実に。あれ天馬もでも同じこと言ってましたよ。天馬と並ぶよ、それは。同率1位。お互いが競い合ってくれないと、うん、同士の1位になる。いや別にお互いそのお前に住んでほしいと思ってないから。レモンサワーが何円ですか？190円。やばい、190円、うん、安い。そしてお通しはマカロニサラダです。おい、じゃあそこをプレーンサワーいただきます。それを見ながら。ちょっと待ってくれよ。ありがとう、お優しい方だ。はい、うまっ。うまっ。いい。あ、めちゃくちゃいいね。うん、なんか我々のこの時間帯といえばの空心菜。胃がもう追いぼれてますって。うん、この時間帯はそうなんです。何歳が美味しいのか。うまっ。そしてやってまいりました。めちゃくちゃうまそう。チャーシューエッグやばい。確かに。やばい。お疲れ様です。190円やばい。おいしい。うまい。うまそう。うまそう。どうぞ。やばい、にやけとるよ。頑張って。いや、その汁こぼれない。全然やりきってない。いや、その持ち方だとレモンの汁全部こぼれる。うまい。ちょうどいいや。意外と少量でひどいです。はい、どうよ。飲み足りん。目つぶりながら言うね。寝とるやないか、おい。